あ、次のお客さんが来たかな。いらっしゃいませ。空いてますか。空いてます。こんにちは。あ、こんばんはかな。あ、こんばんは。え、なんか外で、あのすごい安く入れる喫茶店があるって聞いてきたんですけど、ここね、あの喫茶店じゃなくてお酒飲む場所なんですけれども、まあ一応ソフトドリンクもあるけど大丈夫ですか。飲み物、いや水で大丈夫なんで、そういうドリンクとかあんまりいらないんですけど。あー、なるほど。まあ一応こちらのお店はですね、まずカクテルの甘さ、僕のね対応の甘さを決めていただくんですが、接客させていただく僕ひよどし青の甘さを決めていただくんですが、どういうのがいいですか。ド S ツンデレノーマル甘い全工程とあるんですが、それはずっとここにいるってこと、店員さんが。そう。ちょっとしんどいかもな。なんでですか。ずっと呼んだ時だけ来るじゃないのかな。呼んだ時だけ来る喫茶店、それは喫茶店ですね。ここは実はあの飲み屋、あのなんならクラブなんですけど、ホストクラブなんですけどね。居酒屋でもない。居酒屋でもない。あ、間違って入ってきちゃったのかな。でもそれって運命ですよね。あ、運命。なんかこんな可愛い子が来てくれるなんて僕嬉しいな。カクテルは安いですか。あ、一応この最初のウェルカムドリンクはタダですね。ただお得。そう、その甘さをド S 積んでるノーマル甘い全工程だけ選んでいただければ。ちなみに、あの今まで来てるお客さんは、どの辺、まだ選ばれてないやつがいいなって。あ、そうするとノーマルだけ選ばれてないかもしれない。ノーマルか。じゃあ、ノーマルっていいか。そうですね、じゃあこのまま普通の僕でなんてお呼びしたらいいですか。じゃあ、ねちで。あ、ねねち、かわいいニックネームですね。ほんと。名前にぴったり。もう顔に書いてある。あ、ねねって書いてある。そっか。よく言われる。あ、言われるんだ。すごい、ここってすごいずっと人と喋れる。そうそう、どこなんだ。なんだか寂しい夜とかに来ていただければ僕が絶対 お相手するのでね。寂しい夜に呼び出せるってことですか。まあ呼び出せるというか、まあ来ていただく感じになっちゃうけど。ウーバー。ウーバーじゃない。まあでもいっぱいね、あの仲良くなった後だったら、呼び出してくれたら、もしかしたらねねちにだったら行っちゃうかもしれないな僕。そうなの。うん。あ、そういうあれなんだ、回数券的な感じなんだ。指名的な感じなんだ。そう、どう、なんか、まあ、ちょっとニュアンス違う感じもするけど。でもまあ好きに遊んでいただいて構わないよ今日は。好きに遊ぶ。何する。そうだな、例えばだけど、シャンパンタワーとか頼んでくれると、シャンパンタワー、あの盛り上がるコールを僕が歌います。盛り上がるコールを歌う。ねねえ、ちょっと、ただ飯食えるって聞いてきたから、ちょっと所持金、何円かな、そのシャンパンタワーってやつは。シャンパンタワーは100万円かな。100万円、ちょっと今こんだけしかなくて。こんだけ、今送ったんだけど。これ出していいかな。あ、いいよいいよ。これで遊びたいんですけど。ちょっと出させていただくね。今のねねちの所持金は。これで遊べますか。これかこれ。なるほど、ね、全部でこれしかなくて。なるほどね。これいっぱいいっぱいなら、ねな、遊べるよ。遊んであげてもいいよ。150円分ってことか。でも100は一緒だから、確かにね、あと50分いけるから、振るつもりもいっちゃおうかな。普段なるほどね、すごい子が来ちゃったな、初めてのタイプだ。面白い女。ねねちゃんさん、普段どんなお仕事してるの。あ、
ねねは普段、うんうん、YouTube って知ってる？うん、知ってる。僕もチャンネル持ってる。あ、YouTube っていうところで、うんうん、ゲームとかしてて、で、うん、そこでなんか見てる人がお菓子代ねって言ってお小遣いくれるんだけど、うん、あ、なるほどね。ちょっと今日駄菓子屋行っちゃったから全部ないん、こんだけしかない。駄菓子屋で豪遊したってこと？うん、そうすごいね。駄菓子屋で豪遊できるほど本当はいっぱい持ってるんだね。うん、駄菓子屋では、でも今日お釣りがこんだけしかなくて。これ手持ちってこと？あ、そう、手持ちが今こんだけしかない。この僕のさ、今ここのさ、うん、クラブブルーファイヤー、これ最上階なんだけど、うん、1階にコンビニついてるから ATM で下ろせるよ。あー、 ATM、うん、あとクレカも使えるかな。あ、クレカ、うん、デビットカードのこと？デビットもいけますか？いける、いける。あ、ほんと？何でもいける。最悪皿洗いとかでもいいよ。あ、皿洗いしたらどうだってこと？お金が湧いてくる。バイト代、ね、バイト代で天引き、スマイルはずっと喋ってくれる。あ、わかった、うん、いつか。そしたら、はい、あれなんだ、 100円がいっぱいで100万円とかもらえるってこと？うん、そのもらえる分は、そう、今ちょうど僕ね、売り上げ計算してくれるアルバイト募集してるから。あー、するする。ねね、算数めっちゃ得意だから。本当に頼りになるな、うん、じゃあもう採用ですね、これは。さっき3000万円稼いだって言ってたから、うん、いいよ、50で。どういうこと？50でいいよ、バイト代。あ、 50% 半分ってこと？うん。でもねね、かわいいねね、かわいいって言ったじゃん、うん、さっき。かわいい、うん、かわいいねねをそばに置いとくって、うん、そういうこと。強いな。ちなみに僕のことはタイプですか？ちょっとまだあんま詳しくないけど、1500万円、1500万円くれるなら好き。1500万半分くれるなら好き。なるほどね。あれ、立場が逆転してる。ここ逆だったか。あれ、僕がお客さんだったか。なるほどね。皿洗いするから1500万円くれたら、うん、ねえねえ、すごいいっぱい駄菓子屋行けるなって、うん、分かった。駄菓子屋を買おう、うん、あ、駄菓子屋を買えるの？君一枚だよ、ねね、じゃあねえねえ、その、うん、買ってくれた家をねねにくれたら、ねねがそこで駄菓子屋さんやるから。確かに。解決ということは、なんかホスト向いてるかもしれないな。その推しの強さ。え、ホスト向いてるんだ。もう一緒に働こう。あ、一緒に働こうかな、うん、ねねさんと呼ばせていただきます。そんな、いいよいいよ、そんな。もう上です、もう。謙遜しちゃう。いや、もう僕にはその150円でホストクラブに入るその度胸の凄さ。いやいや、感動しました。無料って道端の人に声かけられたから。ああ、そういうのは大体嘘。あ、じゃあ LINE これ、LINE これね、ねねの。ありがとうございます。じゃあ LINE 受け取るんで、うん、シフト組みましょう。あ、わかった。あとどうしよっかな、誰に、あ、リリカちゃんにもいいよ。うんうん、かな。おぉ、 LINE もらったから、これ、うんうん、これ渡していいってことだよね。フリーコードみたいな。フリーコードではございませんね。フリー QR コードみたいな。ちょっとこの子やばい子かもしれませんね。あれ、間違った子を採用してしまったか。でもまあ、1500万円いいな。やばいかもしれない。ちょっと、なんあ、ねね、時間来たかもしれないですね。あ、ちょっとね、じゃあ後にまた連絡するんで、ぜひまたね、来てください。ありがとうございました。いない。追い出し音とともにもういなくなってる。残像すごすぎる。ねね先輩みたいな最強のホスト目指します。かっこいい。洗脳、可愛いコロネが洗脳中。